ですよ。塚本たくみ赤くは173センチ90キロ、武田まさし。よっしゃ行くぞ。下がってください、下がってください。お席から離れてください、お席から離れてください。お気をつけください。やっぱお下がりください、お下がりください。危ない、下がってください。お席から十分の席ください。下がってください。Yeah!
20秒武田正史選手の勝ち。地味だね、五寸釘。でもね、あなたたちにはただ痛いと思ってるかもしれないけど、痛っ、気持ちいいんだよ。おいおい塚本、お前この間デスマッチヘビー挑戦したの、セコンドから見てたけど、俺が復帰した去年か一昨年か12月より、ずいぶん成長したな。言ったよな、デスマッチをどんどん好きになれって。好きになりましたか？デスマッチは好きになったけど、中一日でこの試合はねえだろ。でもよ、武田、楽しいじゃねえかこの野郎。今日はよ、今日はちょっと不甲斐ないけど、だからもう一回やろう。中2日でこの試合はない。それが中2日でこの試合ウェルカムになるから、きっとなるから。何度でもまたここで、いやどこでもいいや、そこの駐車場でもいいよ、狂い合ってまた楽しもうぜ。ありがとうな。一言言わせてくれ。俺の一個前、入場前によ、いや人が集中して集中してる時に、次の挑戦者は俺だとか言った。え、デスマッチドラゴン、ドラゴンだかなんだか分かんないけど、俺は納得いかねえ。そんな簡単によ挑戦できんのかよ。俺だっていいんだよ。おい伊藤隆一どこにいんだよ。おい出てこいよ。何よ、何よ、勝手に挑戦だなんだ決めてんだよ。俺がいるってのを忘れんじゃねえぞこの野郎。今すぐ決定戦をやりたいところだが、残念ながらこの会場は4時までしか借りていない。はい、そしてこの中にはこれから東京ドームに行く人もいるであろう。そういった中でやるのはちょっともったいない。確かに俺はさっき、去年イサミに勝っているとは言ったが、あれは去年の4月の話。そして俺はあの試合で背骨を折った。そんなやつが今さら言ったところで納得しないやつが出るというのはもちろん分かっていた。そんなところにお前が現れた。そして俺は一昨日お前からフォールを取っている。去年シングルをやってお前からフォールを取っている。しかしお前のその気持ち受け止めようじゃないか。俺とお前でシングルをやって勝った方がイサミのベルトに挑む。それでどうだ。いいだろ。なんかできた話っぽくてやだけどね。ああいいですよ。ああ逃げも隠れもしません。じゃああんたに勝ったら俺がイサミのベルトに挑戦させてもらうからな。お兄だろ。ちゅうことで、この人たち、人たちじゃねえ、この人だよ、ぶっ潰して俺が挑戦します。ああ東京ドーム行くやつ、行くやついんのか。ああいいんじゃねえかよ。ああおいお前ら、今このリングで見たこと刺激強すぎて 1.4 つまんねえぞ。俺はな、大日本のリングデスマッチが最強だと思ってるから、お前らまた見に来い。いやいやいや、五寸釘っつうのは大変地味で音も出ねえしよ、見た目はえぐいけど、でも俺らめっちゃ痛いんだよ。
わかるか、痛いけど、痛いけど俺はすんげえああいうのが気持ちいいと思ってる。はあ、バカかもしんねえ。はあ、旗から見たらバカかもしんねえ。はあ、メジャーの奴らから見たら、はあ、何体張って、はあ、痛い思いして我慢比べしてんだって思うかもしんねえ。俺はそんなんじゃねえよ。はあ、ちゃんとレスリングの中に狂気を織り交ぜて、そういう試合やってんだ。はあ、わかるか。はあ、誰にも文句は言わせねえ。はあ、デスマッチが最強だ。はあ、それとだな。はあ、伊藤隆二。はあ、おー、去年の年末か、後半以降から、のこ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 と、美味しいところばっか持ってきやがったよ。五寸釘で伊藤隆二に負けてんだよ。はあ、だからよ、はあ、今、リング上で言ったけど、あいつが、はあ、勝った方が、イサミのベッドに挑戦する。はあ、それでいいよ。俺は力でねじ伏せてみるから。はあ、もう上の時代じゃねえんだ。はあ、分かったか、俺らの時代だよ。はあ、あと五寸釘、何遍でもやるよ。おかわりください。